なんという身体能力。思った通りだ。しかし、ウナギラ、離れてなさい。離すなよ、月島元素。絶対に離すなよ。頑張って、谷垣ギスパー。勃起だよ。勃起、うるせえ。なんてこった。こいつは軽業の天才だ。あなた、どこの局馬団に所属してらしたの？陸軍第七師団だ。絶対に話すなって言ったのに。杉本さん、あんたは曲芸よりも腹切りをしっかり練習なさい。練習いるの？当たり前でしょう。あんたたちも曲芸の才能は全くないから、脇で踊る少女団に入ってください。ほらほら源次郎、また手がお留守だよ。足にばっかり集中してるから。すみません。源次郎の手は進歩いじるだけの手なのかい？違います。何見てんだよあんた、私に惚れたのかい？いえ。私と寝たらエコひいきすると思ったかい？いえ。私に枕は効かないよ。はい。素晴らしい。才能はもちろん見た目も貴公子だ。カラフト巡業は金で話題が沸騰するぞ。もういい、やめろ。お前が目立つと本末転倒だ。嫉妬か。見苦しいぞ杉本彩一。いやアホか。杉本を公園に出してもらうためなんだ。ボロクソに言われて悔しいだろうが耐えろ。これもアシリパを見つけることにつながればやる意味もあるだろう。俺は少女団のお荷物です。バヒー、うまく踊れない、うまく踊れない。